はいどうも、ティートトッティです。引き続きサッカークラブ物語やっていこうかなと思います。前回はねパパス入れましたね。あれパパスって俺メンバーに入れた？ちょっと久しぶりで、あパパスじゃねえ、ポポ、えどっちだっけ、ちょっと待ってよ、あポポパパスややこしいわ。パパスのパパとポポが分かりづらいのよ。まあ入れてるね。うん、これでいこうと思います。能力もだいぶ上がってきたね。さあこれで前回出てたカップ戦のクマ、クマックス B か。リーグ戦はこれは難度 A なんだね。じゃあまずこっちのクマックスカップ行こうか。よし行ってみよう。勝ち抜きトーナメント、勝ち抜き限定マッチ。クマックスチームなのかな、クマいるかな国王が頑張ってサッカーしてるわ。じゃあちょっとそこまで1試合前飛ばしましょうか。いや早かった、クマックスカップの日になりました。早速スタジアムに向かいましょう。バスに乗り込み中。うちも結構増えたよ。うわ長い長い長いバスでかくしなきゃいけないんじゃないか、大丈夫か。あワンコ岩手からか。え全然勝てんじゃん。カットする、カットしようか。この辺 B って言われにはなんか全然そんなことないね。うん、じゃあ飛ばパパス昔のアルシンド見たくなってるよ。アルシンド知らない人いるかな。まあなんだ、歴史的に言えばザビエル的な、後ろがちょっと丸く見え、おでこが見えてるみたいなね。よしじゃあパパスいけ、パパス全然入らんな。よしじゃあちょっとカットします。勝てると思うので飛ばしたい、飛ばします。さあ5対0圧勝です。はい、いやなんかあれだな、行こうか、クマックスの試合出るまで飛ばそうかな。さあ1年終わって監督との契約どういたしましょうかって言われましたね。ずっと最近はねこいつで延長したんだけど、いいやつ出てこないかな。新しい監督をやりましょう。指導力で練習の効果が変わってきますよ。あー指導 A まで伸びてんだね。6人がマックスなのかな。だったらもう別にこいつのままでいいけどな。なんか新しい監督とかもちょっと、ありがとうございます、来年もよろしくお願いします。うん、まあ能力が A で上がってるけど、新しいのって選べるかな。スポンサー、あースポンサーもまだちょっと足りないね。施設の強化は、あー練習コート拡張もいいけどな。スタジアムもでかくしたいっちゃでかくしたい。いやーお金でもけどな。ちょっとでもこれやってみようか、練習コートの拡張。人数が多くなったら実行しましょう。まあ、ちょっと減らしたんで逆に少なくなったんだけど、やってみよう。あ練習コード。コード線かなコートが拡張され、クラブハウスが広くなりました。練習場の拡張を行いました。より多くの施設も建てられるようになりましたよ。あこういう風に広げていくんだね。クマックスカップの日になりました。さあ次どこだろう。ちょっと減ったと思うんだよね。2人3人ぐらい解雇したから、うん、分からんああさくらんぼか。まあここも勝てるね多分。よし行こうと思います。おい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 最強か俺らのチームは。6対0だぞおい。山形さんどうなんですか、大丈夫ですか。採点、あだけど低いところは低いな。ボール回ってきてないからとかっていうのもあんのかな。うん合計もそこそこだね、稼げる。見事勝利しました。次の試合もこの調子でいきましょう。はい、あこれで立てれるようになったんだ。こっち側ももう一個広がるのかな、どうなんだろうね。ああこっち側に駐車場立てようと思って、よかった立てちゃって、こういう感じになると思わなかったね。あーなるほどね、あー4人しか練習してねてか試合展開早いな。笹団子新潟、よっしゃ新潟にも勝てそうだな。
よし、うわすっげえ人入ってんな。笹団子新潟すごいな。よっしゃ6対0。いやマジで強いんだけど、 B ランクぐらいだともう余裕かもしれん。マジで勝てるね君ら。あ、113まで溜まってるからスポンサーも増やそうかな。いいぞいいぞ、いい流れだぞお前ら。じゃあこれいこうか。新興証券会社、新興証券会社、近頃ネット取引で急速にシェアを伸ばした証券会社、出陣。シビアだなマジで。いいでしょ、何のために来たのだから。本当に毎回言うけど、なんか立てる、何立ててんだ俺。あ、でもまだ空いてるよここも。立ててる立ててないってわかる。あ、選んでからだっけ。あ、敷地内に1軒建築済みって書いてあるね。あ、大体立ててるか。体育館、ファーストフード5200万もすんの。最新ジム高っ。ジムとかだけど良さそうだな。でも人も入れたくなるんだよな。勝ったら多分人も入れれるから、まあ練習はいいだろお前ら。うん、ボールさえあればサッカー上手くなるらしいぞ。そろそろ強いやつが、あー何回あるんだクマックスカップ、何試合あるんだろう。まあやってみよう。まあここも多分勝てると思うんでカットしていこうかな。あれ俺やる順番間違ったか。めちゃめちゃ9対0なんだけど、圧勝すぎるんだけどかわいそうなんだけど。次 B ランクって、え、強くなりすぎたかうち。ちょっと待って、168のハートを使いたいんだけど、地域の活動でコーチ募集するか。うんと、あ、違う、これトレーニング法か。観戦ツアー、カップ戦、カップ戦増やすのもいいのか。どうしようかな。いや一旦ちょっとトレーニング方法をマックスまで増やそうかな。効率にトレーニングをしていきたいからね。うん、そろそろ終わりかな。クマックスカップ全然クマ出てこねえな。活動終わんの早っ。さあ新しいトレーニング見つけました。でもう一回できるね。うん、これガンガンやっとこう。コーチ増えないのかなていうか今日の試合で優勝決まるかもしれません。最後か、大一番ですね。選手たちを信じましょう。クマックスカップっていうぐらいだから最後はクマックス、森のクマックスチームだと思うのよね。カイロソフトさんといえば森のクマックス毎回出てくるから。ウィーロー愛知全然違う。ええクマックス出てこないの。あ、そうなの。やばい、じゃあちょっとこれひょっとしたら全カットする可能性あるな。かわいそうだななんかもう小学生の大会に高校生入りましたみたいな。クマックスカップってなんぞや。クマックス出てこないのかい。よし、まあとりあえず優勝したよって感じだね。はい、クマックスカップで優勝しました。すげえ弱かったな。順番間違ったのかな。我ながら素晴らしい試合運びで勝利を使いました。選手たちも自信になったと思います。まあまあまあそうなんだろうけど、カップ戦増えた。ああ、全国統一カップ A だったらまずリーグ戦行きたいんだよな俺。え、ワールドリーグなんだ。世界最高チームが揃うリーグ、優勝チームは世界一。ああそうだね、世界一だね。そういえば海外でしょ。国内大会もう終わりだもんな。残念だな。よしで選手の獲得増えてる。さあ来た、あ、クマックスが出てくるってことなのか。なるほどね、クマックスカップで優勝すると クマックスが出てくると、そういうことか。あ、だけなんだね。よし、じゃあクマックス入れようか。他いないよね、ちなみに。いなさそうだね。よし、じゃあ入れよう。お、スーパースターね。あー、まあ能力は初めはこんなもんでもいいでしょう。
クマックス、俺らもすごい全集中してるよ。見たよね、あの試合。おい、見てたのか、お前。いけるでしょう。ねえ、あのランクで、あの点差でガンガン勝ってたんだったら、1個ぐらい丸来たって俺悪くないと思うよ、クマックス。そんなでも高くもないんだよね、7700万って。ちゃんとお前能力乗り切るんだろうな。うわ、マジで4回フルでやらされた。くっそ、マジかよ。スーパースターでも丸来るやつと来ないやつがいるからやだね。まあでもね、クマックスはでも入れとかないと、カイロソフトさんでね。今日からよろしくお願いします。ユニフォームに森の工務店を入れてもらうために、まず選手から始めたいと思います。頑張ります。あー、スポンサーでも出てくるパターンかな。新しい選手が加入しました。じゃあチーム編成で、うちディフェンスってどうなったっけな。メンバー情報、スーパースター、スーパースター、代表クラス。あー、なるほどね。まあ、じゃあ代表クラスを変えて、昔は代表、ああ、ええこんなの見えたの。キック、シュートの成功率、パスの強さ、走る時の速さ、多くの場面でのプレー精度、転倒しにくさ、ゴールキーパーの力、 FEDCBA、 あ、 S もあったけどな。OK。 じゃあ、オリバーを変えます。オリバーをクマックスと。よし、これでいいね。最強の布陣ができてきたぞ。スーパースターで埋まってきたぞ。国王やらクマやらが出てきたぞ。で、試合があると、ん、あ、そっか、練習も増えてるか。で、あとはスポンサーだね。スポンサー、これも行こう。優勝しましたよ、 B ランク。わあ、いいよいいよいいよ。まあ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 、1個丸ってでもやっぱ違うからね。で、これでも行くね。よし、はいはい、 10% でいいよ。もう丸とかいらんよ別に。 OK。 私たちの財力を生かして成績高校が強くなってくれれば、それだけで嬉しいです。じゃあ1回目で来てくよ。これからスポンサーとしてチームを応援します。 OK。 あと大手保険会社か。あれだな、だけど地域の活動もしっかりやっていかないと。そうだね、これがスポンサーが増える。これで監督候補増えるんだ。監督増やそう。うん、コロコロ変えてるけど言ってることを。監督増やそう。そろそろこの監督にも飽きてきたし、なんかすげえ監督出てくるかもしれんからな、 S ランクとかの。さあ、リーグ第一戦、世界ワールドクラスだからね。どこだろうな。まあ言っても強いところって言ったら、やっぱスペインとかイタリアとかか。北スペイン、名門クラブなんだ。わ、強そう。やってみようぜ。スペインスタジアム、スペインまで試合しに行ったの、成績高校。すごいね。じゃあクマと国王がディフェンスにいる。さあ、スペインどうだ。やっぱ強いんだろうな。あ、全然違うわ。うん、あ、でもいけんな、いけんな。大したことねえか、スペイン。もしかしてやっぱ基本的には敵チームはみんな同じ顔なんだね。キャラの個性を出してこないね。まあ、オーラはね結構溜まってんだよね、うち。前回のカップ戦とかも俺オーラ1回も使わずに勝ってたから。あー、でも倒されてんね。ボディ負けてるね、フィジカル。やっぱディフェンスがしっかり、うち結構強いと思うから守ってはくれると思うんだよね。頼むぞ、クマ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 。あー、確かにクマまだ穴だわ、うち。入れたてでトレーニングもまだ一切させてないからね。まあ、ちょっとさせたけど、まだまだだね。ただまあ、オーラ使えば、結構やっぱオーラって能力上げてくれるから。あー、だけどやっぱ強いね、スペイン。オーラ使っていかないとまずいかも。後半使おう。さあ、クマ負けんのよ。あ、国王。いいよ、国王。フォワードはうちでもそこそこいるはずだぞ。スーパースターが。
お、おしよ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 し、いい試合、いい試合、こういう試合が楽しいよ。オーラ使ってくから。誰行く？オーラ誰行く？お前だ。マリー、マリオ、マリオ行け、マリオ行け。ほら、オーラ4人に囲まれて。オーラずるすぎん。ただ1点取ったらオーラ終わっちゃうのよな。もうちょい続いてほしい、無敵時間。次も使っとくか、もう一人ぐらい。おい、お前いけ、負けんの、ね、よしよしよし。さあオーラ、オーラいけ、オーラいけ。おい、いいぞ、クリア取れ、受け、お前ら頑張れ。クマ、クマやばい、クマやばい。オッケーオッケー、豆山そこそこいけるでしょ、豆山はね。おい、あ、いいね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 。今回のオーラは全然活躍してくれなかったけど、いけるいける、2点差あったらいける。頑張れよお前ら。もうオーラ使わなくていいよね。まあ1点取られたらちょっとビビっちゃうかもしれんけど、やっぱ中盤ちょっと弱いかもな。クマじゃダメだ、クマじゃダメだ。まずいか、まあ、同点になってからでもいいか、オーラ使うのは。そうだね、まだいいね。いけいけ、まだいけるぞ。もう1点取っていこう。戻したら危ない、大丈夫か。おお、倒されてる。だけどいいよ、時間稼げ、もう時間稼げ、そっから時間稼げ。蹴れ蹴れ蹴れ、適当に蹴れ。オッケー、スペインに勝った。あ、ランク上に勝ったんじゃない、格上。ああそうだね、ほら格上に勝利。うち強いな、優勝でき、あ待って、イタリア、ドイツ、スペイン。あーやっぱそうだね、俺がちょうど言ったところじゃない。あれ俺ちょうど言ったよね、ドイツは言ってなかったか。チーム数も少ないから結構さっくりいけそうだな。さあで、新しい監督候補発見。いいね、監督、次の1年終わったら監督変えれそうだね。地域の活動かで、監督、監督ガンガン増やしとこう。やっぱ初めに監督入れてそいつを成長させるっていうのもありっちゃありなパターンっぽいもんね。ちょっと練習場が寂しいな、もうちょっと人入れてもいいかなって思ってはいるけど、入れたいやつがな、これどういう順番が正解なんだろうね。あの俺は割とあのまあこれで選手候補を探してからトレーニング法からの今監督ってやってるけど、ひょっとしたらなんか違う方をやった方が、新施設とかも増やした方が、こっち側をがっちりやった方が良かったのかもしれないな。いいよ、ガンガン上がるね、ガンガン上がるね。監督候補ってでも見れないよね多分今まだ。よし、これで最後かな、情報見る。監督、あ監督の情報、あ候補は見れないねまだ。うん、そうだね、うん、見れなさそう。待とう、じゃあ次ドイツ。いやでも勝てそうだよね、オーラも溜まってるのが結構でかいと思う、あの無敵のオーラが。あ、ええ今日の試合で優勝決まるかもしれません、まだ2試合しかしてないよ。そうか、他が引き分けてたからってことか。イタリアか、イタリアも強いよね。やっぱうちのスタジアム恥ずかしいって、恥ずかしいって、呼ぶなって、行けよイタリアに、スタジアム狭いんだから。イタリアが来てサッカーするようなスタジアムじゃないんだから、うちねえ、恥ずかしいわ。オーラちょっと使ってこ、早め早めに。だってもうここで優勝決まるかもしれないんだったら使っといてもいいと思うんだよね。うわ国王すげえいいじゃん、スタミナもめっちゃあるし、やばいぞここ。いや国王に任せとけば大丈夫よ。そうだ、水戸行け。体力ゲージ短。あーやっぱ弱いやつのオーラってあんまりダメなのかもな。まあ当たり前か、さすがに国王とか攻め込んでってくれるかな。おーナイスナイス、水戸お前すげえ頑張ったじゃん。水戸のシュートなんて久しぶりに見たんじゃない。
相手なんかかっこいいね。頭になんか遠藤選手、元日本代表の遠藤選手みたいにつけてるね。打て、おい、あ、え、うち強いかもね。まあ1回目はオーラ使ったけど、今なんてオーラ使わずに点数決めてくれたし、やっぱね、同じ顔のモブ集団には負けないんだわ。もう言っても俺が言った通り、やっぱディフェンスとフォワード、まあミッドフィルダーは中盤続くの大事だけど、言っちゃえばロングキックすれば中盤なんてぶっ飛ばせるもんよ、フォワードがフィジカル負けなければね。そういうもんなのよゲームだから実際だとやっぱね、そんなポーンって蹴ったらディフェンスが4人いたりとかしたら2人のフォワードに対して勝てないみたいなあったりすると思うけど、そう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 、はいはい、うーわ強っ。フォワードがあんま点数決めてくれないけど、まあまあでもね、結果点数さえ入ればいいからいいよ。イタリア相手に後半かも3-0って良くない？強くない？なんか面白いチームそろそろ出てこないかな。カイロくんとかワイロくんとかソフコとか、まあ、クマックスもそうだし、チンパンジーも、ま、うわすっげえシュート打ってきた。チンパンジーもいるもんね。そこら辺まだ一切出てきてないね。そういえばこっから先か、すごいリーグがあるんだろうな。どうだろうね、このサッカー自体がひょっとしたらもうちょっと古くて、まだその全員網羅されてないかもしれんけど、ソフコとかね、わかんないけど。ただワールドカップ前にちょっとサッカーゲームはね、サッカー回路くんはやっときたかったから。よーし、勝った。優勝ではない、優勝ではないね。優勝出たら出るもんね。そうか、ってことはどうなってる、トーナメントの方は。あー、まだ俺が負けてドイツが勝つ可能性もありますよってことね負けんって、まあまあまあ負けん、あそか、でも直接対決あるか、ドイツと。そこが危ないか。まあじゃあ次のドイツの試合まで行きましょう。さあ今日の試合で優勝は決まるかもしれません。うん、そうだね、これは毎回出るよね、だって負けてないし。あ、ドイツ、あ、もうこれ勝ったら終わりだね、完全直接対決。てかもうそっか、3試合目だからこれで決まるのか。どっちにしろ4チームしかないんだもんな。やっぱね、中盤が若干弱いと思うんだよな、うち。あ、能力見れないか。ここら辺がね、やっぱ弱いよね。うん、まだ、え、こいつも弱いな。この3人か、まだ能力的に弱いのは。よし、行こう。あー、なんか、うん、ドイツ人っぽい顔はしてるけど、コメントしづらい、普通な感じだね。オーラ使っとくか、誰か。1点決められる前に、危ないか。よし、行け、サイ。あ、お前弱いやつか。どこに蹴ってんだ。まあ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 、クリアとして見よう。なんかもうちょい1人強いやつ使っといた方がいいかな。ドイツ強いかな、直接対決だしな。負けるわけにはいかないからな。ここもういらんな、マジオーラぐらい強い。点数決めれるやつがな。決めれるか。おい、ポッポー、ポポパパス、いいぞ。ドラクエ5の主人公のお父さん、パパス。すぐ死んじゃうけど、よし、いけいけいけ。ここ守ってくれないと、ここを見てるだけじゃ守れんよ。まだまだ1対1。ちょっとでもオーラをもう少し使っとこうかな。勝ちたいね、サクサクいきたいね。ここは誰か使える。豆山でも初め結構検討してくれて、まあでもあいつ多分代表クラスだから。うわ、豆山のオーラマジ無駄に終わったな活躍せずに燃えてるっていう恥ずかしいやつよ、空回りしてるやつね。よし、いけ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 、いいよ。国王持ったらもう、だってお前金の力で何とでもなるでしょ。よし、行こう。やっぱこのサッカーゲーム体力ないの助かるね。選手の入れ替えいらないから、正直サブメンバーいらねえんだよな。
別になんかそのパワープロみたく体調みたいのがあるわけでもない。うーわ、ちょっと待って、体調とかがあるわけじゃないからさ、コンディションの絶好調みたいなのあるわけじゃないから、純粋に能力の高さとオーラがあるかないかぐらいだと思うから。さあ誰、中盤か、ファーボでいこう。ファーボオーラ、ファーボオーラでいこう。そっち側回されたら弱い。あーでもここいるから大丈夫だろ、そっちは。いやまずいか、よしよしよし、こういうとこに生きる。ボールが出そうで出ないファーボ、ディフェンスのファーボが追っかけてきたぞよし、やばい、ファーボファーボ、おい、いけ、まずいねかな、やばいぞ、まずい、やばいやばい、これまずいまずいまずい、これ点数決められてもオーラなくなるんだっけ。どうだどうだ、なくなってるね、やばい、これはちょっとオーラいけ、2人ぐらい使っていいぞ、ここに1点は絶対必要。よし、ここやったやっちゃったわ、2人のオーラを無駄にした。てか決められんのよ、マジかよ、うそ、これじゃあ優勝しない可能性出てくる、得失点差どうだ、してない、優勝出ないもんね、優勝って。うっそ、めっちゃ舐めてた。あ、そうか、ドイツ引き分けだから、あーくっそ。さあ実はそのままカットして優勝シーン見せようかなってやってたんだけど、もうね大会3回ぐらいやったのかな優勝できませんで年の瀬来ちゃいました。年の瀬も迫ってまいりました。選手との契約更改の時期になりました。まあね、これ監督も見せたいしね、解雇は別に、まあまあいいでしょう。で監督よ、そう、来年の監督との契約、これを見せたくて選んだから。増えてる、あ、12人増えてるね。あ、 BBB262、 すごいフォーメーションだな。現役時代は有名でした、足元ケルコ、アーモンド、ホンダ、お、ホンダ選手みたいなの出てきた。721って何すごいフォーメーションなんだけど、今がちなみに今ミオキチか、ミオキチ能力高っ、レベル7までいくとワニオ、そうでもないね。青空11っていうのかな、まあ、この辺だったら、まあ、ワンチャン見てもいいか。まあでもケルコか、ケルコかミオキチキープするかだな。でもミオキチちょっと飽きたんだよね、ケルコで行こうか今シーズンは。よし、行こう。本日よりどうぞよろしくお願いします、私の手腕で優勝に導きたいと思います。いや、そうなのよ、結局監督が変わることによって優勝できるかどうかって決まってくるならば、もう3回ぐらいやってるワールドリーグ優勝できてないのはミオキチのせいだったっていうことになるんじゃないかな。うん、でまあそんなこんなでめちゃめちゃスポンサーも溜まってる、レアメタル財閥だって、スポンサーのこの電気マークみたいなのも溜まってるんで、やっていこうと思います世界的な保険グループで怪我の治療費もくるりと安心、こんな怪我してたらそれは安心欲しいわな。まあ確かにね、ワールドリーグ優勝してねえから、それは気持ち持ってこなくてもそれは仕方ない。まあもうちょっとなんだろうな、大会優勝してからスポンサーがってやるってもいいよねって考えたら、やっぱスポンサー広げるよりは監督広げたりとか、そっちの方がいいのかもしれないよね。うん、やり方としては合ってるんじゃないかなと思ってます。でまあこれで 100%、 いやもう 100% 後の丸はいらんのよ。新しいスポンサーと契約が成立しました。こんにちは、せぜ高校さんの熱意に負けました。これからスポンサーとしてチームを応援します。 OK、 これはまあ王様みたいな、国王対王様な対決になっちゃうよ。地中から掘り出すレアなメタルを手掛ける世界企業、まあこれはまだいいでしょう。でまあハートもあるので、地域の強化で、あ違う、
地域の強化だよな。うん、これで、まあ、監督ももうちょい増やしていきたい、来年に向けてね。という感じで今右側見て分かると思うに、次の試合までもまたやってるんで続けてやっていこうと思います。よっしゃ来ました、ワールドリーグ優勝。いいやー、強かったね、ワールドリーグ。よしよしよし、ドイツに1対0でギリギリ勝って、で内容としては多分に、そうだね、2勝1分け、初めにスペインと引き分けて、そうだね、スペインと引き分けたっていうところだね。で今優勝決まるかどうかみたいなことなんだけど、なんとかドイツに勝ったんで、得点力が少ないのかな。ま、優勝すればいいでしょう。ワールドリーグ優勝、地元の皆さんも喜びです。おめでとうございます。なんと成績高校がワールドリーグで優勝を飾りました。世界一と言っても過言ではないですよ。いや世界一でしょ過言でもないっていうか世界一でしょ、言ってそれは。で選手も増えるでしょう、成績も上々でチームの評価上がっていましたが、ランクアップの報告、さあ今は名門クラブに上がりました。よっしゃ、いいぞいいぞ。まあ結構だけど一つ一つのリーグが強いね。次のカップ戦も出るの、リーグ戦は出ないの、まだちょっと時間を置かなきゃいけないやつかな。その間にどうしようかな、まあちょっと時間つぶしにスポンサーでもやっとく。スポンサーも増えてんニュー、うわめっちゃ増えた、コアラ通信会社、大手警備会社、難しいな、 VIP の護衛など SP 業界でシェア7割を誇る会社、すごい信用があるな。コアラ通信、動物翻訳機の特許で一気に有名になった通信会社。動物翻訳機ってあったよね、なんか犬と喋れるみたいなさがあったよね、最近全然聞かないけど。アラビアの富豪が経営する世界的エネルギー企業、これ国王じゃない、国王の会社じゃないの、なんとか融通してよだけど1回しか行けねえな、これ行けなさそうだな。まあ行ってみるか、行けない、消防士行けない、あ警備会社と消防士は違うような気がするけど消防服着てるな。まあまあまあ、でも1回丸出たらなんか満足じゃないけど嬉しいね。で監督ももう今 B まで来てますね。あれ選手出てきてないくない、選手の獲得ないのかな、え、そんなことある、出てこないの、あれなのかな、リーグ戦じゃ出ないのかな、カップ戦じゃないと、てか新たなリーグ戦も出てきてないしね、ちょっと待たなきゃいけないかな。さあちょっと待ってたらこれが出ましたね、お疲れ様でした、7年が経過しました、ここでゲームは一区切りとなります。あ、サッカーは7年なんだね、今までやった中で一番短いんじゃない。クリアポイントの計算が始まります。ではそれでは早速クリアポイントの計算に入ります。累計観客数、あーそこも評価になるんだね、クリアポイントに 24,789 点追加。あ、こういう感じで見てくんだ、一覧で出ないんだね、まあ、ここら辺はね俺正直そんなに気にしてないから、あの1回でなんかすごくないですかっていうような点数いくとは思ってないし、全選手のレベル、あそういうのも出んだ、へー5000点、やっぱ観客数がじゃあ一番割合は高そうだな、70勝もしてるね、あ結構評価高い、1試合の勝利も高いのか。であとはチーム評価、あー今ランク9ってことよね、そういうことじゃないのかな、うんうん。あとは全スポンサーの満足度1296、全スポンサースポンサーの満足度って何、どんだけスポンサーと契約できたかってことかな、発見した方面書数、そういうのも出てくるんだ、へえ。使わないよ低くないハイスコア更新1回目です。
まあ、何回もね、回収、周回プレイしたら多分意味があるけど、銀のトロフィーなんだこれで。なるほどね。まあ、金のトロフィーは別に目指さないんで、このゲームを知りたいっていうところだからね俺は。っていうか4月2週目来たけど出てこないな。カップ戦やってかなきゃダメか、やっぱり。あ、 S ランク出てきた。これサクッといけるかな。全国統一ってことは国内なのかな。ち、あー、戦ったとこだよねこれ。まあ、ここの優勝ちょっとじゃあ一気に飛ばしていこうかな。じゃあ試合結果はこちらになります。さーて、優勝しました全国統一カップ。もうね、全部圧勝ですよ、全部圧勝。やっぱ国内に敵はないんですよ、言ってもね。さあこれで選手が出てくるかどうかだよね。このゲームはカップ、リーグ戦よりもカップ戦がメインっていうかあれなのかな。あ、選手の獲得リストが追加。あ、試合数が100試合を突破しました。このままたくさんの試合をこなしていきましょう。はい、試合数が100試合を達成しました。やっぱカップ戦がメインなのかもねこのゲーム。うん、でワールドトーナメントと何が増えた。あー、今戦ったところね。まあ、この辺はスーパーマッチ系はまあ俺がやるとして、普通にトーナメントだよね。これ S ランクかってことはもう本当にゴール見えてきたかもな。さあ誰が増えた。あ、来た、チンパンジー来た。チンパンジーだけか、だけっぽいな。うんうん、ちょうどでもミッドフィールダー欲しかったから助かる。よし、入れよう。やっぱ丸出してくれん。チンパンジーなんてこんなのもう身長めちゃめちゃ不利じゃない。まあ、ただな、チンパンジーだっつるならフィジカルめちゃめちゃ強そうだよね。ヘディングとかは全然勝てないけど。いけ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 、4回使うか。大丈夫、お金はこの時のために立って。おーいっと、あ、これ助かるな、3回で終わったの。さあ獲得発表、知名度が20アップしました。今日からよろしくお願いします。優勝目指して頑張ります。報酬はできればバナナでお願いします。うーわ、その選択は難しいんだわ。100万分バナナ食えるんかな。新しい選手が加入しました。まず給料が100万かどうか知らんけど。っていう感じだね。じゃあ次回はどうしようかな。リーグ戦もう出ないのかな。てか終わりかな。だってカップ戦でさ、ワールドトーナメントって多分待って待って待って、ワールドトーナメントだよね。鳥取、千葉、埼玉はもうワールドクラスよ。スペインと肩を並べるカップ戦なのよ、もうすごいね。あ、でもアブファロ初めてだね、国王のチーム。カイロくん出てこないの。あ、そうなの。まあじゃあ次回これやろうか。リーグ戦出てこないから、うん、リーグ戦は S ランクないのかな。まあっていう感じで、じゃあ今日のところはこれぐらいにしましょう。次回はアブファラをね倒しに行きましょう。ひょっとしたらアブ、本当にこれだけだったらだいぶ短くなっちゃうけど、うん、まあでも仕方ないよね。審判とこいつか入れ替えとこか。よし、うん、仕方ないけど多分それで終わる可能性はあるかもしれないっていう感じで、とりあえず今日とかこれぐらいにしましょう。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。